おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はですね、昨日のジョインテッドクロー70開封動画に引き続いて、でちょっとね、車の中とかに積んであったジョイクロね、今までの手持ちのやつをね全部引っ張り出してきて、サイズの比較をしてみようかななんていうことで、またねケースの中にこれはね戻ってもらいましたね。まずね、このケースの感じからね、大きさの違い、この小さくて可愛らしいケースがあるんですけども、実はねまだストックしていて開封していないケースってのがいくつかあって、それと比べたらどうなるかななんていうところをまずやっていきたいと思いますよ。でまずは、はい、ジョインテッドクロー148回っていうことで、これね、昔からあるね、ジョイクロの小さい方っていうとね、このサイズでしたよね。178と148があってっていうね、元祖、小さいジョイクロっていうと、この148ね、まあ一番使いやすいサイズじゃないかな、なんていうことで、で、これ実はね、開封しないで持っているものがあったんだ、ほら。こんなね、感じ。ね。こんな感じですよね。いやこれね、やっぱり小ささはよくわかるでしょう。このねケースね、こんなね小さいんですね。でケース入りでまだ開けてないの実はまだあって、はい、これね一番使うことが多いですね、ジョインテッドクローの178で、これタイプ F のモデルなんですけども、まあね、これね、まあ、いくつか持ってるんですけども、一応ね、ストックでお気に入りのカラーとか持ってないとね、心配になるっていうことで、まだ開封しないで持っているもの。はい。こんな感じでね、やっぱりこう、サイズ全然違いますね。このね、ケースから見てもね、こんな感じで違うなって、で、なんかね、こんな、まずね、3つ目並べてみたんですけども、いやー、ようこんな小型なやつが出たなーなんていうところで、まあね、ケースの大きさで言ったらこんな感じの違いがあって、でね、あとはね、もうちょっとね、封開けて実際使っちゃってるやつなので、これまたね、ちょっと出てきてもらって、そんでもってちょっとサイズの違いとかね、見ていこうかなーって思うんですけども、はい。で、昨日もお伝えしましたけど、自分が変えたのはこのね、シンキングタイプっていうことで、ジョインテッドクローなんだけど、こんな感じのね、縦合いのものね、シンキングは縦合いになっていて、フローティングは横合いになっているよって、こういうことなんですけども、じゃあね、結構釣れました。128と比べていきたいと思います。じゃじゃん。こんな感じ、ね。今まで、ちっちゃいジョイクロだなーなんていう風に思っていた128と比べてもこの大きさの違い。で、まあこれもね、ちょっとね、使い込んでね、ボロボロの128なんですけど、これシーバスとかね、よく釣ったなー。で、最終的にはね、今年ね、マダコ釣って、マダコ仕様になってます。マダコ仕様はどうなってるかっていうと、ここに輪ゴムが入っていて、動きがね、制御されていて、そんでもってね、タコが抱きつくであろう後ろの方にね、こうね、針をね2つつけてね、でこう毛付きの針とか、これはね、バチ抜けシーズンに使った針そのままつけっぱなしにしてるのと、追加でねタコね、ぶっ刺すためにつけたちょっと大きめの針がついてるんですけど、これでまあタコ釣れましたっていうことで、その、タコ釣りジョイクロとね128サイズですね、70サイズを比べるとほらこんなに違うっていうことで、はい、ねえ、何気にねやっぱね、この手のねチャートバック系のカラーが好きなんですよね。遠くから見ても視認性が良くて、で横っ腹こうキラキラしてるようなカラーが好きなんで、128これはよく釣ったな。これとね、もう一個ね、箱入りのストックがどっかにあるはずなんですけども、家の中でね今遭難中っていうことで、ひっくり返せばまあどっかに箱入りの128ね、もう一個あるんですが、これも使い込んでるね、まあシーバスからマダコまでよく釣れたよっていうね、128。あとこれでね、スモールマウスバス釣ったりもしてるんですけどね、そんな感じで今まで、小型で使い出のあるサイズっていうと、このね128が一番小さかったよっていうことなんですね。で、まああとで148は、開けるとして、一番よく使うね、178
ね。はい。こんな感じ。あ、だいぶ大きさの差が出てきましたね。あ、178と比べるとまあこんな感じ、128も来てもらいましたけども、あ、やっぱりね、だいぶね大きさ違う。まあ可愛らしいですね、とにかくね。こんな感じで、まあこれはね、よく一番使うやつなんで、何回もね、あの動画に出てきてるんですけども、この他にこういうカラーとか、あー、こういうカラーとか、あー、こういうカラーとかね、これはね、なんかね、結構いっぱい目に持っていないとね、ここぞっていう時に、困っちゃうってことで、フローティングとかシンキングとか、重り貼ったり貼り替えたりね、いろいろ試してね使っていますけども、こんな感じでですね、いっぱいいますよ。はい。でね、まあこんな感じ、178と比べるとまあその差歴然で、178より大きなサイズってなるとマグナム、ね、このマグナムもね、よく魚引っ張ってきてくれたなってお気に入りの、マグナムなんですけども、うわー、これはね、えちょっとこんなサイズ違うんですね。マグナムと一番何ですかね、70ですけど、まあマイクロサイズっていう感じですかね。頭にねこうね乗っかっちゃうぐらい、こんなねサイズ感の違い。まあこんだけ違うけどね、いろんな魚が釣れるから、やっぱりね、ルアー釣りって面白いですよね。この大きなルアーでもなんか釣れちゃうし、こういったこれはね、まあまあもう釣ったも同然ぐらいのサイズだと思うんですよね。多分ね、あの近々魚釣れるんじゃないかななんて思うんですけども、最初出だしたところはこのねマグナムサイズでもね、魚ね俺釣ることできるのかななんて思ってたけど、案外使ってみると本当ね、よく釣れるルアーだななんて思ってね。今年はでかいシーバスとかこれでは釣ってないですけども、先日もね一緒に行った仲間がね、マグナムでその日ブリンブリンの一番大きな魚釣ってたんで、改めもってよく釣れるルアーだなね、ジョインテッドクローマグナムと、新しく出たジョインテッドクロー70を比べると、こんな感じ。もう鮎の大きさもね、まあ、針の大きさとかはね言わずもがな、この鮎の部品一つとってもかなりのね大きさの違いがあるなと思ってね。いやー、並べてみるとやっぱり改めてとんでもねえ小ささだなっていうね。まあここマグナムがいてね、マグナムがいて、そんでもってダダンね、尺腕結構ね頑張って投げてはいるんですよ。でね、目ん玉取れちゃったり、してるんですけども、まだねこれね魚釣ったことないんですけども、あー、マグナム針もでっけえなーっていうね、針の重さだけで多分この70と同じぐらいの重さあるんじゃないかな。針とほんとねあんまり変わんないぐらいのサイズ感ですよね。ってことで並べてみると、はい、手に乗り切らない、こんな感じ。この差はどうですかっていう。いや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 、すごいな。やっぱね、ガンクラフトってこういうなんか遊び心満載なところがいいですよね。で、これにね、抱き枕の1780かなとかもあったりして。で、まあ、ルアーね、実際投げるルアーで言ったら、まあ、この尺腕が一番大きいんだと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、いろいろ引っ張り出してきましたけども、ね、ここにこういうね、あ、もう映ってないな。ここね。はい。ここにいますよ。僕、ここにいるよって感じでね。いやー、ちょっとね、改めてね、今、使っているジョイクロたちを並べてみると、なんかな、いろいろ思い出したりね、思い出も詰まってますし、で、こいつもね、ちょっとね、なくさないでいっぱい魚釣りたいな。あー、ここの、ね、みんなの中に、今ね、こういったね、70というサイズが、
追加になりましたからね。でカラー展開なんかもね、ジョインテッドクローガンクラフトだと楽しみですからね。各あの問屋オリからとかね、ショップオリからとかね、既存のラインナップでもきっとアユの一生シリーズみたいなやつね、この70でも、出てくれるのかな。まあこの小さいサイズなんでね、ほんとこの小さいサイズの魚に模したね、なんかいろんなシリーズがね出てくれるといいなとかね。まあヒウオなんかももちろん欲しいですし、まあその他ね、クリスタルシャドウとか、あとはそうですね、チャート系のカラーとかも出てほしいし、で小型で真っ黒なんていうのもねあったら買ってみたいなとかね。まあとにかくね、このサイズ感の差ですよね。いやーちょっとね、遠目にね今ね、カメラを、置いてありますけども、じゃあね改めてねちょっとサイズ順に並べてね最後ね締めていきたいと思いますんで、はい、まずまあここにシャクワンがおりますね。シャクワンがいて、でこの下のサイズがねマグナムってことになりますね。マグナムがいて、あもうマグナムとシャクワンでもやっぱだいぶ並べてみると、こうしてみるとやっぱだいぶサイズ感違いますね。これねやっぱバカでっかいのはですね。で一番レギュラーサイズのねまあジョイクロがいてね、はい、こう来ました。でまあこいつらちょっとね、こっちにいてもらって、でちょっとね開けてなかったんで、これ148ねちょっと1個出しておきたいかななんて思いますけども、はい、ここにね148が来るわけですね。はーい、148が来て128が来て、で新しく出た、あれ映んない、70が来るわけですね。これ入りきんないか、ちょもうちょっと、はい、詰めてくださいという感じで。夜中に家で一人でこれこそこそ何やってんのかなと思いますけどね。まあでもやってみたいじゃないですかね、せっかくねいるからジョイクロみんな並べてみたくなりませんか。多分ねジョイクロ好きはね絶対並べると思うんですよね、一回は。はい、俺もだから並べます。おーね、はい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 、わかりやすいなこれね。こんな感じのサイズ感でジョイクロ兄弟が集まってきた。で雑誌とかを見ると何やらここら辺のサイズなんかテストしてるみたいですよね。尺腕までいかないんだけどマグナムよりボリューム感のあるね、ここら辺になんかねスタンバイしてる、ジョイクロ兄弟がいるみたいな。そんなのもねほんとね、尺腕だとやっぱね、そう結構でかいんですよ。俺まだ魚一匹も釣ってないですし、どうしたもんかなっていう。でもねマグナムは確かに結構釣れるし、投げ込んでるとなんだろう、もうちょっと大きくてもいいな、でも尺腕じゃないんだよな。確かにねちょっとねシーバスなんかやってるとね感じることがあって、まあそこら辺でね今後ねどうね、来年以降展開していくのかなっていうことで、各やっぱりね展示会とか楽しみですよね。そこでねまた次世代のジョイクロとかね、羽物のジョイクロとかもねテストね進んでるみたいですからね、ジョイクロの羽物とかねいよいよ来年ぐらいとか、登場してくるのかなっていうことで、まあ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 ね、ちょっと気になる色とかあったら買っちゃうんですけども、こんな感じでね、色集めしたりするのも楽しいルアー、ジョインテッドクローじゃないかななんて改めて、いじっていたら感じました。というわけでまあねちょっともう寒い日がね多くなってきてね、釣り場になかなかね行かなくなってきてんじゃないのかな。いやそんなことはないんですけどね、釣り場にも行きますよ。まあこうやってね、机の上でいじいじしてるだけじゃなくて、ちょっとね実際のね、釣り場でもこのねせっかく70手に入れたんで頑張ってね投げていきたいと思いますよ。というわけでね、せっかく買って、でジョイクロ好きなんでね机の上でいろいろ並べてニヤニヤするっていうね、こういう動画を撮ってみました。はい、というわけで本日の釣り子 TV は、ジョイクロの、兄弟、全部引っ張り出してきて、並べていじってみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。